さん、おはようございます。まずは、第19回市内の公式野球大会が、このように大勢の皆様のご参加のもと、盛大に開催されましたこと、まずもってお喜びを申し上げます。また、県内各地、そして遠くは僕、スリランカ、フィリピンからもご交渉いただきました。地元、諏訪市を代表しまして、心より、歓迎を申し上げます。選手の皆さんにおかれましては、これまでの中学校生活の集大成であったり、また次の、ステップアップに向けての、チャレンジであったり、本当にいろんな思いがあろうかと思います。ぜひですね、今日はこれまでの練習の成果を思い切り発揮いただきたいと思っております。また、スリランカ、フィリピンの皆様には本当にようこそお越しいただきました。ぜひですね、交流を深めていただきまして、それぞれのスキルアップ、それで、楽しい時間を、過ごしていただければと思っております。いずれにしましても、チームメイト、それから、監督、コーチ、それからご家族の、皆さんに、感謝をし、その上で、プレーを楽しみ、思いや、成果を発揮いただければと思っております。また、監督コーチの皆様には、選手を、導かれ、本当にご労苦もあったかと思いますけれども、本当に、皆様の取り組みに対して、感謝、敬意を申し上げるところでございます。本当にありがとうございます。そして、スタンドで応援されている、ご家族、保護者の皆様、本当に、子どもたちを見守りですね、今日も、こういう素晴らしい勇姿をここで皆さんに見せていただいているかと思います。これまで同様ですね、子どもたちの成長に目を注げ、大いに応援をいただければと思っております。結びになりますけれども、この大会が素晴らしい大会になるよう、またそれぞれの皆様にとって充実した日となりますことをお祈り申し上げまして、本当に簡単ですけれども挨拶とさせていただきます。本当に今日はおめでとうございます。